望も高いです。不景気になると手に職をつけなきゃっていう意識になるって話をしたいんですけど、まずこの本ね、この本で言ってしまえばリーマンショック、まあ、バブル崩壊後のねことなんですけど、そういう不景気になった時に人は手に職をつけなきゃっていう意識が強くなったって書いてあるんですよ、この本ね。じゃあ専門学校行けばいいのか、資格を取ればいいのかっていうと、別にそれだけじゃないんだよね。ただ資格を取ったところで、こっちの本に書いてあるね、歯科医の人の話と弁護士の人の話があるわけですけど、お客さんの数が多いのに、まあそのね、お医者さんの数が少なければいいんだけど、お医者さんの数が多くなってしまった場合、選びたい方だし、どこ行っても変わんないし、料金だったら安い方がいいかもしれないしっていう風になってしまえば、お客さん有利だしね、そうすると儲かんなくなっちゃう。これが資格にも言えることじゃないですか。資格の数を、なんだろうな、有利な資格を持ってたらいいんだけど、有利な資格ってどんな資格だったかって言ったら、100人の村があって1人だけだったらそういう価値あるけど、100人のうち50人持ってたらあんま価値ないじゃないですか。だから絶対的なスキル、絶対的な資格っていうのはないんだけど、それでも絶対的なものがあると思いたがるのが人じゃないですか。だからまだ今ない資格、これから出てきた資格、そういうのを希少価値のある資格を取るっていうのもいいだろうし、あとは資格に頼らずとも、例えばコンピューターのプログラミングをね覚えたりとか、そういうみんなが持ってないような知識、持ってないようなスキルを身につけて今のうち磨いておくっていうことをやっておくとね、あなたの将来もしかしたらね、いいことあるかもしれませんよ。